はい、こんにちは、JBS 女子の河合です。今回は初心者向けのキャッチボールの時の呼吸のポイントについてお伝えしていきます。初心者の選手はですね、まあボールがまず怖いっていうこともあるので、よくあるのがこうちょっと避けながらこう取ってしまうパターンが多いです。なのでもしボールが最初は怖いってことであれば、硬いボールじゃなくてやっぱ柔らかいボールでやることをお勧めします。カラーボールなどで投げてあげて、まあ、当たっても痛くなければ多少怖さが減ると思うので、柔らかいボールで練習していくことをお勧めします。その上でまあ気をつけてほしいポイントをお伝えしていきます。まず正しい呼吸としては、取った後にやはりすぐにこう持ち替えて、ボールを持ち替えて投げれるってことが、必要なので、なるべく自分の体の近めで、取ることが重要です。多くはこう腕を伸ばして取ってしまって、ボールを下に落としてしまったりとか、まあ、あとは少し怖いのでグラブが寝てしまう、上に向いてしまって、みんな上に向いてしまって、取って時間が、かかってしまうというパターンもあるので、その点ならないように注意しておく必要があります。あとは、まあ、ボールの来る位置によってグラブの使い方というのが変わってくるので、基本的にはよく言うワイパーみたいなですね、こう、まあ、円をこう描く、上側はこういう形で、取っていきます。で下側も同じように来て、右側に来た場合はバックハンドですね、グラブが返ってきます。こういう形になっています。はい、それでは実際に実演してみたいと思います。まずいい例からやってみたいと思います。まず基本的に正面ぐらいです。やってみます。はい。上手い選手はですね、取った後にグラブを下に添えておくことが多いです。取ったらですね、そのまま下に添えておけばボールをしっかり握った後に下に手があるので、そのまま持ち替えが素早くできていきます。はい、このように、まあ、面をですね、相手の方向に少し向けるような形ですね。で、そこでグラブの芯ですね、ポケットの上に当てて落としていきます。それではちょっといろんな方向でグラブを使ってみたいと思います。はい、今グラブだけで取りに行ってますけれども、まあ、基本的にこう体をできれば動かしてほしいですね。一番、まあ、こう体の中心に近いところで取ることで、その後の握り替えだったり送球の動作につながってくるので、なるべく体の遠い方で取らない方がいいんですけど、仮に今みたいにこうグラブを動かして取っていくとしたら、グラブの面の部分ですね、先ほど言ったポケットの部分を相手の方に向けて取っていきます。これをずっとこういう形ですね、グラブの面を相手に見えるように取ることでしっかりとした呼吸ができてきますので、それを注意してください。実際にまあこうまくできている感じなんですけど、取った時にボールが素直にそのまま下に落ちます。例えば先ほど言ったようにグラブの面が上を向いてしまうと、取った後下に落ちないんです。もしくは前にこう腕を伸ばして取ってしまうと、前にこう弾いてしまう形になります。なので少しこう取ってみて、そのままボールが下に落とせるかっていうのをやってみてください。まあこういう形ですね、まあ、下に落ちればうまくなります。でちょっと悪い例もやっておきます。まあ、腕を伸ばしてしまったり、少し上を向いてしまったりするんですね。腕を伸ばすってことは、その位置に自分が体を持ってこないといけないので、またここから投げていくっていう時間のロスになるので、なるべく近い位置に取ってすぐに投げる送球の動作に移っていった方がいいです。一回悪い例、取りに行ってしまうんですね。あとは上を向いてしまうと思います。これ多いですね。こうなってしまうと一回こう持ってこないといけないので、それもロスになります。はい、それでは、まとめていきます。まず基本的には体の近くで取るようにしてください。ボールが反れてもそこの位置に行って取っていきます。さらに言うと、腕を伸ばさずに少し肘が曲がった状態ですね、その状態でボールを吸収するようにこう優しく取っていきます。ですぐに投げ手に持ち替えたいので、グラブの面を相手に向けながらボールを下に落とすようなイメージで、取っていきます。自分でこういうふうに当てて下に落ちれば、それがうまくできているような状態になります。ここに注意してやってみてください。はい、それでは今回の動画は以上となります。この動画がためになった方は、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。